ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。私の高齢者は光り輝く高齢者と書きます。光り輝く高齢者になるための情報を発信しているところであります。今日は2023年10月の6日金曜日です。今日は感動起爆剤学校のシリーズをお送りしております。それの第2弾をお送りさせたいと思います。第2弾は、感動プロデューサーの平野秀則さんのですね、感動力の中からお送りしたいと思います。今日はですね、エピソード4の振る舞いと出来栄えという中の小項目3、ストロークという表現力。私が主催する公式サイト100万人の感動クラブでは感動体験や感動事例を募集しています。100万人感動娯楽部は会員が現在410名ほどいますが、それぞれが日本だけでなくアメリカやハワイ、中国など世界中に広がっています。自分が中心となって一緒に感動創造をしようという単純な呼びかけに集まっている人たちです。今のところ会員資格は自分の周りに感動の渦を巻き起こす意思があることだけです。このサイトは私を含めて東京と富山と大阪に住んでいる友人3人が3週間という短い期間で立ち上げたサイトです。皆さん忙しい仕事の合間で手伝ってくれ、完成した時はまさに感動事例そのものでした。私の提案でサイトオープンの前夜23時ジャストに各自の家で乾杯をしたのです。とてもとても美味しい乾杯でした。その感動事例に投稿してくれた友人佐藤春さんの感動体験をご紹介します。3人の天使たちからの贈り物。一昨年のクリスマス間近の時、ある会社の児童施設の子供たちとディズニーランドで一緒に遊ぶというイベントに参加しました。私は中学生の3人の女の子たちと一緒のチームになりました。最初は無口だった3人も時間が経つにつれて次第に笑顔になってきました。そしてたくさんのアトラクションに参加したり、いろいろな遊びをしていくうちに心も一つになってきました。夕方になり別れの時間が近づいてきました。私も子供たちもみんな無口になり始め、別れたくない思いが溢れ出てきました。みんなの心が通っていることが分かり、嬉しさとともに少しずつ別れの悲しさも膨らんでいきました。いよいよ別れの時が来て、女の子たちが言いました。私たちは一旦ここで別れるけど、私たちのことはずっと覚えていてね。当たり前だよ。絶対忘れない。約束する。それからしばらく会話をした後、女の子たちが半分泣きながら、カバンから何かを取り出しました。私たちからの贈り物。これを見たら私たちを思い出してね。それはミッキーマウスの携帯電話ストラップ。お小遣いはほとんどないはずなのに。てんてんてん。子供たちが小遣いを全部足して買ってくれた贈り物を見て泣いてしまいました。本当にありがとう。いいの。私たちは今まで親にも捨てられて大人からも認められず生きてきたけど、認めて遊んでくれて嬉しかったの。認められた嬉しさは俺も同じだよ。友達って認めてくれたんだね。ありがとう。携帯電話を使うとき思い出すのは3人の笑顔。人を認める大切さ、人と関わることの大切さ、改めて教えてくれたのは3人の天使たち。子供たちはいつも多くのことを教えてくれます。今までも、そしてこれからも。人は他人から認めてもらいたい。心理学者エリック・バーンが提唱したストロークという概念があります。詳しい学問的なことはさておいて、ストロークとは直訳すると撫でるとかさするということなのですが、簡単に言うと相手に対する働きかけのことです。重要なことは人間はストロークなしには生きられないということです。人間はストロークなしには生きられないということです。ストロークにはプラスとマイナスのストロークがあります。プラスのストロークとは
相手に差し上げるギフトのことです。お花をあげるということでもいいですし、物だけでなく挨拶でも褒め言葉でも祈りでもいいし、思いやり、注目、愛情、評価、祝福、笑顔、ただ一緒にいることなど、お金が全くかからない贈り物でもいいのです。プラスのストロークは、私はあなたの存在をはっきり認めていますよという表現なのです。マイナスのストロークとは何か。叱る、怒る、叩く、非難する、馬鹿にするなどの行為のことです。そして、ストロークにはプラスとマイナスがありますね。マイナスのストロークとは何か、ちょっとこう繰り返しますが、マイナスのストロークとは何か、叱る、怒る、叩く、非難する、馬鹿にするなどの行為のことです。そして人間が一番辛いのは、実はマイナスのストロークではなく、無視されることなのです。それをディスカウントと言います。人はディスカウントを避けるために、非常手段として反社会的なことをして、存在を認めさせるという行動に出ることがあります。嫌をなく関心を持たざるを得ないように仕向ける。マイナスのストロークでも欲しいという状況です。クレームで必要以上にお客様が怒る場合、商品やサービスの問題以外のところで、売り手側が言葉や態度やシステムでお客様の存在を無視している可能性があります。怒るという行為は本人も気づいていないのですが、もっと私を愛してほしい、理解してほしいというマイナスの自己表現でもあるのです。大切ですね、ここはね。心理学者のウィリアム・ジェームスは、人間の持つ性質のうちで最も強いものは他人に認められるということを渇望する気持ちであると言っています。希望でも要望でもない渇望の、この渇望のことを自己重要感と呼びます。認められること、プラスのストロークがいかに重要かが分かれば、自分の表現を工夫することもできるようになります。なるほどね。褒める、ねぎらう、祝う、喜ぶ。ある保育園では、卒園証書は一人一人違うそうです。ある子には、あなたはどんなに小さい花の名もよく知り、みんなに教えてくださいました。自然を愛する優しい気持ちをありがとう。ある子には、あなたは小さい子の面倒をよく見る優しい気持ちと、正しいことを正しいということの大事さを教えてくれました。ありがとう。卒園した後、どんなにか優しく思いやりのある子供になることでしょう。感動創造のための表現力の重要な要素が、このプラスのストロークなのです。エピソードにあった佐藤さんと3人の女の子たちとの間には、目に見えませんが、とても濃密なプラスのストロークが行き来し、お互いの存在を確かめ合えたのです。お互いがお互いの存在を認め合うこと、こんな当たり前のことはできにくい世の中になっています。目に見えるものに価値の優先順位を置いてきた結果なのでしょう。目に見えないけれど大切な表現力の魔法、ストローク。表現力は使えば使うほど発達する筋肉のようなものですから、使わないと退化します。特に近頃世の中では人をけなしたり、上げ足を取ったり、犯人探しをしたりという表現が増えています。健全な批評や意見は必要なのですが、マイナスの表現力は異常に発達しているような状況ではやはりバランスが崩れます。褒める、ねぎらう、祝う、喜ぶ。こんな簡単な自己表現が不足しています。家庭から、職場から、自分から表現することができれば、ちょっとだけバランスが戻ってきます。褒める、ねぎらう、祝う、喜ぶ。言葉の力を感じることができるでしょう。ちょっとした表現、習慣の変更で魔法のような変化が起こり始めます。というんで今日はですね、テーマが、ストロークという表現力というね、をお送りいたしました。高齢者から、高齢者になるためのストローク、まあ、これを学びながら、もっと研究をして、高齢者になる、秘訣を配信していきたいと思います。ごきげんよう。